バンブーです。今日はリムワールドやっていきたいと思います。で、今日はこことここちょっと開けていきたいと思います。この間ね、なんかここにいいお宝入ってたから、多分ここもなんかお宝入ってる系だと思うんだよね。で、ここはもしかしたらなんかこの辺と一緒で何もないところかもしれないんだけど、まあせっかく閉じてるから開けていきたいなと思って。朝になったらレッツゴーだね。解体。解体。はい。ちょっと待って、その前に放火魔が犯罪王がやたらめったら放火しようとしてる。マジかよ、ふざけんな。ちょっと待って、誰か消火。おい、お前怪我人に消火させるな。新しい仲間やべえな。やばい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 。本当やたらめったら放火しやがっ。本当に。頼むよ。ちょっと待って。太古の脅威。あ、もう開けたの？開けたの？あ、機械化カマキリ。なんだこれ。え？古代冬眠カプセル。もう放火に気を取られてこんなになっちゃってるよ。凶器の槍2つも落ちてるし。あ、でも、いけんじゃね？こいつだってさっきやっつけたけど、この、銃ブラスター砲がやばい気はするけど。ガトリング銃。いや、これ、消火に戻ってもらって、ほんと今も余計なことしやがって。あ、しかも今、チェフ怪我してんだ。あかんな、あかん。敵対する古代のメカノイドがいます。はい。いや、いけんでないか。あ、とりあえずあれか、中入んなければ向こうから襲ってこないから、ナイス判断ソス。ちょっと待って、怪我してる最中に火消したりとかしていくからさ、そりゃ悪くなるよね。あ、ふざけんなよ。まだ終わんねえのかよ、放火。お前、怪我人にさ、消火活動させてんだよ。終わった？あ、もう放火しなくなった。もう、頼むよ。あ、やべえ、こいつら。外出歩いてやがる。一匹ずつだったらいけると思うんだよな。あと、この古代冬眠カプセルすげえ気になるんだよな。いや、これ開けない方が良かったんじゃね？こっちはもう何もなかったんだね。え、どうしよう。あ、襲ってこないのが唯一のあれだけど。でも、この辺に狩りに行けなくなっちゃったね。あれだな、土のを使って迎え撃とう。この辺に土のを。で、デッドフォールってなんだ？吊るされた重しを引き金に止めた罠です。え、これどれぐらいの距離まで向こう寄ってくるんだろう。ああ、火災起きてる。この辺、バーっと、あれ。あいつら倒したらでかいぞ。銃ガトリング砲手に入れられるからね。まず一人がおとりになって、ここで引きつけて逃げる。で、ここで罠に引っかかりつつ、ここで銃撃戦して、ここ突破されたらどうしようか。あ、そこまで考えてなかったな。まあ、家盾にして戦えばいいでしょう。なんか、どっかもうちょっと作っとくか。ここが突破されて、撤退したらここだな。ここ微妙だな。これいまいちキャンセルキャンセル。こっちはここまで撤退だな。
いや、こんだけ罠あったら大丈夫でしょう。もう一列作っとくか。なんだこいつよ、ほんとにさ、ダメな野郎だな。あの、皆さん、睡眠より消化が先です。まずくない？これどうすればいいの？やばい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 、ふざけんな。もう放火しなくなったじゃねえよ。ほらー、やけどになってるじゃん。室内温度360度だよ。ちょっと待って、どうする？徴兵してここまで行ったら、あー、こいつもともとあれだ、消化できないやつだ。入るだけ無駄。帰って、お前は用はない。これで徴兵解除すれば消してくれるか。消化する。ああ、そういうのができるんだ。ふざけんなよ、こいつやべえな。助けを呼んでいる。あ、ミラー、ミラが、あ、スカイも。あ、あ、マジで？あ、ミラ燃えてるじゃん。あ、チェフも死んだ。あ、ソスもだ。ふざけんなよ、こいつのせいで仲間がみんなやられたぞ。救出、お前のせいなんだぞ。救助、あ、ミラ死んだ。あ、スカイも死んだ。何、パイネは凶暴化した。どうしたの？ああ、ああ、もう家もダメだ。いや、こいつ仲間にしなダメかな、本当に。一人の放火魔によってこのコロニーは滅ぼされました。